あのキノコ、煮詰めると幻覚が見れるのか。これは警察には言えない事実だな。悪だ、超くせー。これは、くせー。大丈夫か、あいつ。おい、チルノ。うわ、マリサ、くせー。すげーくせー。私が臭いみたいじゃないか。臭いのになんでいつまでも嗅いでるんだ。わかんないよ。わかんないけど、いい気分。人は臭いものほど嗅ぎたくなる傾向にあるんだな。その匂いの元の汁があるんだが、いるか。うわぁ、欲しい。さっき細かからもらった給料と交換してくれ。うぅ、そんなにガッツくな。なんなんだよ。結構入ってるわ。キノコ汁って金になるんだな。そうか。こんなくだらねえイベントやってないで、今すぐキノコを採取&煮る作業に戻らなければ。そこのお嬢さん。私でしょうか。で、マリサさんじゃないですか。いいものやるぜ。何この毒そのものな毒々しい汁は。匂いを嗅いでみるんだぜ。はあ、わ、臭っ。これ臭いです。最初はそう思うけど、しばらく嗅いでるといい気分になってくるんだぜ。何度そう言われればそんな感じに。今流行りのアロマテラピーってやつだぜ、多分。これが、なるほど。中国4000年もびっくりです。くっさ。飲めば健康に、肌に塗ればテカリだし、地面に撒けば植物もニョキニョキだぜ。くっさい。これくっさいですね。これできっと4001年目が気づけるぜ。ケーキ臭です。ありがとうございます。また来るぜ。ほら、いつもの。うわー、早くくれ。これさえあれば EX なんて目じゃないぜ。すごいのか、臭いのか。金のないやつにこれがやれるか、ボケ。マリサ、私とあなたの仲じゃない。レイム、お前知らないのか。金の切れ目がなんとやらだぜ。あ、待って、マリサー。毎日キノコを煮込むだけでウハウハだぜ。もう笑いが止まらないぜ。うひょ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 。待ちなさい。なんだ、メイド長じゃないか。何の用だぜ。あなたが変なもの売るから庭から異臭が止まらないのよ。どうにかしなさい。うるせえ。私は単にキノコの汁を売ってるだけだぜ。誰がどう使おうが知ったことじゃないぜ。貴様、わいせつ物陳列罪で逮捕する。なぜその罪状、そしてなぜお前が警察なんだ。わ、よせ、やめろ、やめて。いろんな意味でギリギリなネタ使いやがって。どの大バカ、逮捕よ。ギャース。頼むから。